ここから先は神秘の悪魔の世界。悪魔、この温泉は魔力が集まりやすい場所なので、魔界の水と成分がほとんど同じなんです。戦いで疲れたら温泉でリラックス。魔力が集まりやすい場所？確か。そうだよね。今日は魔王争奪戦のことは忘れてリフレッシュ。心と体の疲れをきれいに洗い流せばいいことがあるかもしれないよ。それじゃあ温泉について説明するね。まだ温泉に入り慣れていないチャイルドは邪気で姿を隠されちゃうの。邪気で隠されたチャイルドたちの本当の姿は百鬼夜行という夜の散歩で見つけてあげてね。百鬼夜行で本当の姿を見つけてもらったチャイルドたちはきっとあなたに心を開いてくれるよ。邪気で隠されている状態でも会話はできるから、チャイルドとゆっくり会話しながら仲良くなってね。好感度のレベルが上がって心が通じ合うようになった相手はより強い力を発揮できるようになるよ。俺はそういう高度なコミュニケーションは苦手なんだけど。そんなあなたのために用意したものがあるよ。お互いのことをもっと知るためにプレゼントをあげてみて。親切にしてくれる悪魔に好感を持たないはずがないでしょ。あ、それと入浴中のチャイルドもあなたのためにプレゼントを用意してくれることがあるから、入浴中のチャイルドをよーく見てあげてね。初めて入浴するお客さんにはすぐに心を開いてもらえるように、この私メイが話をしておきました。気が利くでしょう。今回だけ特別に、今から入浴するチャイルドは入浴したらすぐに本当の姿が見えるよ。さらにサービス、せっかくここまで来てもらったから、当店でしか販売してない特別な商品をプレゼント。最高級タオル生地で作った温泉タオルです。温泉タオルがないと入浴できません。みんなで使う温泉なので、ちゃんとマナーを守ってね。背筋がゾクッとする不気味な夜、青い光を見たことはある？怖っ、怖っ！逃げちゃダメだよ。ここは魔界の木に一番似ている場所なの。そのせいか、チャイルドの入浴を邪魔する邪気の塊が鬼火の形になって現れるらしいわ。この鬼火を捕まえて邪気を払えば、チャイルドは本来の姿を取り戻して安心して温泉を楽しめるようになるよ。でも鬼火もおとなしく捕まってくれないの。何としても逃げようとして
必死に抵抗するから気をつけてね。はあ、何にも聞こえない、何にも見えない。すごい臆病なのね。そんなに怖いならこの魔界で作られた提灯を持って行って。特殊な気を引き寄せる魔界の光があなたの足元を明るく照らして鬼火を見つけやすくしてくれるよ。買いかぶりすぎだ。あのな、俺は提灯があってもなくても怖いんだよ。はあ、それなら仕方ないね。私が直接行くしかないかな。今も道に迷った仲間たちが泣いてるだろうし。鬼火を捕まえるのは温泉管理の仕事と並行するには本当に大変だけど、見つけた鬼火を捕まえるためにタイミングを合わせて魔力を注入するなんて、私なんかより魔王候補生のお客さんの方が得意だと思うけど。でもなくさまよう人生、そろそろ定住したい。こんなに一生懸命に生きてるんだから幸せになってもいいでしょ。どう思う悪魔さん。案外楽しそうに見えるけど。はっはっは、それは僕が根っからの冒険家だからだね。そうだ、暇そうなチャイルドがいたら遠くに送ってみるといい。可愛い子には旅をさせろって言うだろ。それに運が良ければ特別な宝物が見つかるかもしれない。今行ける場所はこの地図の一番のところだね。見どころの多いところだから一度行ってみるといい。
久しぶりの人間界です。やっぱりいいところですよね。ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、何の心配もいりませんよ。モナがついていますから、手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰らせて。なんかざっとこんなもんかなって、あれ、ま、待て待て、俺は魔王争奪戦に参加する気なんか。さすがです、偉大な大悪魔であるご主人様には簡単すぎますよね。さあ残りの敵もこの調子で片付けましょう。まあこいつらを放置するわけにもいかないしな。さすがご主人様、そう来なくっちゃ。ではスライドスキルとドライブスキルについて説明しますね。スライドスキルはアイコンを上にスライドすると発動する強力なスキルです。ドライブスキルは戦闘を行うとドライブゲージがたまり使えるようになります。グレートな大悪魔でラブリーなご主人様、早速スキルのお手本を見せていただけますか？グレートとかラブリーとかやめて！さすが未来の魔王様、楽勝ですね。あらら、突然無口になりましたね。次はフィーバータイムについて説明しますね。フィーバータイムとはノーマルスキルを無制限に使用できる絶好のチャンスタイムです。7秒の制限時間内でどれだけスキルを連打できるかが勝利への鍵です。本当にそれだけでいいの？昔ゲームで鍛えたテクニック披露するかな。実はですね、フィーバータイムはアイコンを連打しなくても押しっぱなしで攻撃できちゃいます。指が痛い時や疲れた時に活用してくださいね。ちなみにモナは連打する人の方が素敵だと思いますよ。素晴らしいの一言につきますね。いやまあそれほどでもあるけどね。でもこれで終わりだと欲求不満になっちゃいますよね。何か嫌な予感がしてきたぞ。それではもう一戦いきますよ。今まで学んだことを生かして精一杯戦いましょう。ちょっと待ってよ、本当にこれで最後？もちろんです。今ここからご主人様の伝説が始まるのです。しょうがない、さっさと終わらせるか。